さあ今回もボビップスやっていきましょう。さあ前回はね、なかなかハードな戦いを超えてきまして、ライフがね、また減ってしまいました。回復して減ったね。なので、2しかないと。まあここで回復すれば3に戻るんで、まあとりあえず、うまく立ち回っていこうかなと。で、このムチムチトロール作戦はね、敵の種類は少ないですけど、一気に押し込んでくる可能性があるので、そこには警戒かな。ただファランクスは、まあ、タレットですね。タレットは使えないか。どうしようね、これね。どうする予定でしたっけ。空爆タレット、ドローンがあれば最終戦なんとかなると思うんで、ミサイル持ってって、マーセナリー、重装スナイパー、車両はキープですかね。スナイパーを買わなくていいかな、別にね。油性が3個あるんでちょっと持ってこうかな。オイルがないですね、オイルが。それが不利に働くかもしれません。いやー、種類少ないですからね、弱いと思うんですけど。あ、でもドローン使えるんじゃないこれ。ドローン使いますか。一気に楽になったかな。地雷もいいですね。最終戦で使おう。さあ、ムチムチトロールとガリガリのトロールはいるんでしょうか。逆に気になりますが、さあ地雷がかなりありますね。あれはミサイルだったり、まあドローンとかで突っ込めばなんとかなるけど、まあそこに使いたくはないですよね。やはり多いですね、序盤から。ここはしっかりとね、温存していきたいところ。止まってからじゃなくて無理かな。あ、ランダムが過ぎますね。まず全部外した。さあ、対人ですからね。ちょっと待って待って待って、今回ないよ。まずいな。ドローンは40秒。減っていくライフ。さあ、いや、まだまだ半分いってないから、枠をとりあえずこっちか閉めたとして、いや、ドローンよ。ドローンしかない、ドローンしかない。兵士は出してもしょうがないと思うんですよね、ここで。いや、でも分散させた方がまだマシかな。いや、一瞬すぎるよね。あと4秒。ドローン早く。いや、いる人いないいないな。で、とりあえずもう抜かれられないよね。あ、またバーギー来た。抜かれるわけにいかないね。守備的に組んで、オッケーオッケーオッケー。ドローンは無駄にできないね。唯一の戦力ですから。油性を置いておきましょう。お金になるやつがあれしかありません。バギーだけ経過。来たね、バギー来た、バギー来た。ミサイルの、ちょっとミサイルも温存かな。よしよしよし、いいよいいよ。ついでに1個壊れましたね。あれはうまく刺さったかなと。油性を頼む。バギーが比較的多く来て、しかもここに突入したら終わりますよね、ゾーンウェーブに。これ押し込むしかないんだと。それじゃ地雷が多すぎる気がするけども。
ミサイル、ドローンはちょっとキープしていきたいところ。これも怖そう。壊れないか。まずいぞ。よしよし、いいよいいよ。ドローン7個か。7個はまずいですね。あ、地雷をどうにかするか。ここどこ一気にいかない？オッケーオッケー、比較的一気にいったね。爆発しましたね。今スナイパー巻きずつ死んだよね、多分。ここはどうしよっかな。もうでも時間ないですね。地雷は大体撤去できたけど、まあ無理かな。キャッシャー尽くしよう。あ、来たね。全温存しよう。どこやったっけ。あともうほぼないんですよね、体力ね。いやいや、ナイス、いや、聞いてる聞いてる。いや、突入したね。してはいけない空間に入りました。溜まったらドローン。ふんだんに使っていきますが、いやー多いですね。どう耐えていくのかと。バギーが止まったら怖そう。いけそうかな。よっ、案外耐えれるね。諦めてはいけない。ミサイルは動いてる時に対して弱いですから、こう使う必要もないかなと。油性を増やしましょう。今必要なのは人数を増やして、もう強化無理かなと。マーセナリーの人数を増やすことにかけてもいいんですけど、それにしてはちょっとコストが重いんじゃないかなと。ここここここ、あーっといいんじゃないか。よし、かなり刺さっている。これ耐えて、ね、ミサイル一発飛んできたら死ぬと思うんで、この1で終わるよね。つまり押し込むしかないんだと。退路はないと。ドローンもない。残りはミサイルのみ。耐えられるか。いけ、ミサイル。よし、あーちょっと違うとこ飛んでいったら、ね、ここミサイル、ミサイル。よし、いいぞいいぞ。歩兵はスナイパーでだいぶ抜けていると。もし押し込め、この電撃マークですね。あとはね、いや、これ立て、いやー長いな。長いですね。逐次投入気味になっちゃってるんで、あれを壊すには重装しかいないか。バギーがやむかどうかで、まだ半分ですからね。スナイパーをというわけにもそんないかないかな。まあ出すしかない、出すしかない。よし、いいよいいよ。
ミサイル来ましたね。使っていきましょう。もう思ったところには飛んでいきませんが、ミサイルいらないかな。もう使っちゃえ使っちゃえ。いやーやべ、動いてて当たんないですね。固めの固めのバギー、バギー一応もう押し続けよう。よし、いけいけいけ、よし、オッケー。やばい、ここの隙間で押し込まないとダメだよ。ここのここね、人数増やそう。優勢いけるんじゃないかこれ。優勢増やそう。よし、バギー瞬殺。いや、地雷が見える、地雷が、良くない地雷が見えるぞ。絶対かかるってあの地雷。いいね、スナイパーいいね、スナイパーいいよ。おお、かわした。奇跡のシーンです。スナイパーが踏む。おお、なっと、大丈夫ですね。被害は警備といったところでしょうか。このバギー1は守備を押し切っていきたいところ。いやー、しつこい。盾が切れました。向け向け向け、よしよしよし、いけるいけるいける。まだまあまあ時間的にはギリギリあるぞ。ミサイルも使いまくろう。出てきた瞬間ミサイルです。お、出てこないか。来た来た来た、意味がないかもしれません。攻撃だ攻撃、落とせ落とせ落とせ。足りないか。いやー、もうちょいなんだが、これは攻撃で後ろを上げるしかないね。少しでも、もう出てこないでくれ。よし、なんとか勝利まで持ち込んだね。敵のあのシーンが長いのよ。さあここですけども、やりたくないですね。正直やりたくないですね。報酬はいいんですけどやりたくないですね。まあプーマはこれ持ってっていいんで、どっちかで持っていけないかな。2つ出すわけにはいいかな。来ましょう、オイルですね。オイル地雷はいいかな。やっぱライフ上げとか強いみたいなんでね、使っていきたい。まあ、車両を上げてるんで、ここに今全てをね、入れるしかないんじゃないかなと、思っているわけですが、オイル最終戦なかったら困りますよね。ガス持ってってもいいな、別に。まあ、油性はいいか。このオイルの有無ですよね。ここでもらえないもんね。最終戦、まあ、でも最終戦度がさすがに難しいよね。決め手オイルになってしまうかもしれませんが、自慢せない持っていきましょう。最終戦盾も持っていこうと思うんで、プーマはゲットできるでしょ、多分大丈夫ですね。ミサイルいっかな。うん、ドローンがあればね。まあ、空爆もあるし、最終戦でもここら辺持っていけるから強いか。スティンパックでね、一押しもいいですよね。まあ、持っていきますか。
さあ無意味課税大作戦。うわめんどくさ。いや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 、何これ、敵の方が3年早くついてますよね、戦地に。どうしよっかな、また序盤やられそうだな。ここでまあ煙張って守るか。ちょっと位置がずれてますね。そうそう、いいよいいよ、そう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 、分かってるね。大丈夫か、どうなってるんだ、もういきなり車しかないのかじゃん。序盤が一番難しいんですけど、いる舞台。ステパック使え、ステパック。煙はもう違う方向いてますけど、いや前出なくていいって、もうそこに一生いよ。いや動くな動くな、規律違反するな、規律違反。危な、行けプーマ、君しかいない、君に決めた。何あげよ俺。重装はヘビー系でスナイパー、スナイパー出したいですね。もう一回プーマでヘビー出したいな。あ、ヘビー、次でスナイパー開けようかな。ロケランをね貫通しながら、よし。あ、足りなかったのかお金が。うわだるいですね、ちょっとくらい前の人してくれてもね、銀行さんの方から現金で回すの飲食店くらいですよ。さあ先ほどのね銃がなかったので、ちょっと地雷がね減りきらなかったですね。もう一回ドローン使わないといけないと、車が破壊されていく。ここはちょっと車を再度出して、スナイパーをいつ出すのかと。タイミング難しいな、まあ、スナイパー開けときますか。間違えましたね。まあ煙はまあ別に手に入るからいいとして、まあ、お金を無駄に使ったかな。これ足んないか、使う これを使うタイミングがなかなかないですね。煙ドローンがあるとお金が全くたまん、やべやべ殺されてる。いややばいな、いよいよいなくなりましたね。上がってまたスインパック使うか。ヘビーと車併用したいんですけど、なかなかなく、また大規模、これ大規模じゃないの、はい、あれか、この大規模があるのか。油性持ってこればよかったな。
人が多いなにしても、閉めて、いやロケラ痛いな。いやここはねプーマしかないんですよ。プーマにかけたい。枠がないか。いやでも多いなあれより多くなんでしょ。だってこれが増援なしですもんね。まあこうじゃないか。車が、いやいや、まだ入ってないよね、あのウェーブには。煙張りとして、あ、ちょっと前出ちゃったな。テイバック、テイバック。こっからこうでしょ。いやーまあこれが一番いいか。出過ぎだけどね。まあ次の時に備えよう。おお、だいぶやるね。ランク上げも狙ってるっちゃ狙ってるんで、基礎研究でヘビーの体力上げていった方が強いんじゃないかな今更ですが。めっちゃ前出たね。想定より前に出ましたね。強化挟んじゃおうかな。クーマはロケラン、あ、対戦車ロケラン、いいですね。強化しました。さあスインパック出るまでもうこのままずっとし続けたいですね。もうちょいなんで。これクーマいらなかったな。まあ、まあまだまだ使えるはずよ、どっかで。よし、オッケーよ。キャッシャー尽くしましょう。スインパック来ました。やっぱ戦術がないとダメだね。どっちかを使ってないと、まあ基本防御が多いですけど、射程が伸びるんでね、基本的には防御の方が強いわけでありますが、安定感が違うね。あ、タレットがある、タレットが。ちょっと聞いてない聞いてない、そんなの。うちの設備だけ弱くないですか。タイムスリップも教えるかもしれませんね。10年前の勢力が3年遅れてきたみたいな戦力の差を感じますけど、いよいよ頑張れ頑張れ。よし、効いてますね。キャッシュも厚く、スインパック欲しいな。お金でどうにかできない、これめちゃくちゃあるんですけど。全部使って全部使ってない。 いいよいいよ。逆攻撃かな。
げていきましょう。ナイス。いや白熱しますね。さあゲージはまた半分くらいか。結構マップいったと思うんですけどね、個人的には。こんなもんなんだ、溜まり方としては。最終戦までに溜まった量が多分重要だと思うんで、まだいけますよね。じゃあね、まあいらないか。よし。さあ2戦ともね、非常にね白熱した戦いの中で超えました。ああ油田ですか。オイルしか取らないんですね、この勢力は。今ちょっと強化できたね。無駄に使った気もしますけども、まあ狙うのは歩兵の体力かな、一番使うしここでってのあるけどね。車両にちょっと夢見ましたが、もう車両はいいだろうと。出すのも大変ですし、やっぱ全振りしていかないとね使えないんですね。